か言われたかったんですよね。せや、嘘コンテストやからみんなが嘘つくって分かってしまってるな。ほな、本当言うのもありにしましょうか。そしたら嘘か本当か最後までドキドキできますやろ。なるほど。ほな決まり。ではどちらさんから参りましょうか。僕が指名しましょうか。そうです、はい、ではアバラオ君この辺に立ってください。はい。お相手を指名してください。朽木隊長。お二人さん、ご準備はよろしいですか。ではどうぞ。隊長、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。つまらないものですが、俺プレゼントを用意してきました。よかったらつけてみてください。外してください。すいません、外してください。失礼いたしました。でも隊長、俺この後お店を予約しております。まあ俺はちょっと体調悪いんで参加できませんが、まあルキアもちょっと友達が来てるみたいで、でもなんかあの花太郎が参加できんだよな。えな、はい。だから二人で今日はとことん。ありがとう。大丈夫、嘘ですよ。今日はとことん行きましょう。おめでとうございました。ありがとう。あんまりいじめんとってください。ではお次の方、誰行きましょうか。そうですね、また僕が指名しましょうか。ひなもりちゃん行ってみましょう。お相手を指名してください。さらき隊長、お願いします。ではどうぞ。ザラキ隊長、多分私しか気づいていないと思うんですけれども、隊長の頭についている鈴一つ取れかかっています。すいません、私がやるんでちょっとかがんでいただけますか。嘘です。
その笑顔で迫ってこられるとちょっときつい。では今日はもう一人くらい言っておきましょう。そうですね、なだれ町のシロちゃん。言ってみましょう。シロ言うな。お相手を指名してください。10。僕ですか。10。ではお願いします。てめえ松本のことどう思ってる。十番隊隊長として松本のことが心配でな。おい松本、お前からも一言言え。銀のバカさあ10、てめえの答え次第ではてめえが今までやってきたことを許してやらねえでもねえ。さあ答えろ。嘘だ。10、てめえのことは一生許さねえ。